かまた霊がいる部屋があるって聞いたんですけど、はい、そうですね、僕の友人の知り合いからですね、まあ、女性の方なんですけども、お家に霊がたまに来るというふうに言われました。それはいい例ですか悪い例ですか？全く分かんないんですよ。じゃあ最高悪かったら条例してもらえる？もちろんです。道具も持ってきましたし。その方にちょっとお話聞きたいですね。そうですね。それはどこなんですか？あ、こちらにですかね。はい。女性ですね。女性です。はい。じゃあちょっと形をいただいて。はい。すみません、なんかお忙しいところ。すみません。どういった例で？どういった例でっていうのも変ですけど。いつも見るのは、髪の長い女の人で、こう部屋で、まあ、決まったところにこう立って、ずっと私の方を見てくるっていう。お名前は？本田です。本田さん。本田さん、霊感あるの？霊感は、まあ、高校生の時とかは結構強くて、いろんなところにこう見えてたんですけど、最近は。まあそこまで強くないけど、たまに見えるぐらい怖いです。見えちゃうの？そうですね。声とかなんかねえねえとか言われて振り向いて誰もいなかった。先生感じする？なんか感じする？いやまだ何も。します。買っている場所ってどう？買ってるのは、あ、ここか、こっちにクローゼットなんですけど、その前でにしても私がまあだいたいベッドにいるので、こう見てこう私の方見て、いい。ここにないんだね。こっち向いてない。あ、じゃあごめんなさい。こっち。ここに立ってる時は。こっちの時は、あ、確実にもうこっち向いてるなっていう思ったんですけど、ここに立ってる時は、ちょっとぼやぼやっとして、まあでも多分こっち向いてるんだろうな。感覚としてこういうふうに斜めになってるのかって見えたりして。そこまでいないので怖いのね。どうですか、その雰囲気あります？頭痛いね、これ。痛いですかね。頭痛い？でも多分10分ぐらいすれば来ます。来る？はい、呼び出すこともできますし。はい、大丈夫？なんだろうね。おはよう。ちゃんとおはよう。来た形跡はやっぱりある。はい。何形跡？こっちですね、向いてるのは。ここに？こっちをこうやって向く感じですか？はい。その例は立ってるだけで何も悪いことはしない？いえ、悪いことはすると思いますよ。ただ僕はまだ見てないんで、その例を、来たらすぐ捕まります。はい。そうですか。え、どうぞ。一回写真だけ撮らせてもらってもいいですか？ちょっと暗くして。いいですよ。現れるのかなと。そうなんだ。僕さっき気になった時に、女性、本田さんの後ろにいたんです。え？さっき？はい。で身長が本田さんよりもだいぶ小さい。え、それ例ですか？あ、このぐらいのパターンかな。違う。見た感じは違うかな。見た感じ、私が見た時は大きい。多分同じぐらいの身長。173センチ。小さい感じで、意外と髪も長くて黒い髪で。その小さいの何だったんだろう。お願いします。消して。内側の電気。全部消した方がいいですか？はい。外になんかいそうなんですか？はい。力入ってるんですよね。玄関からは入れないんですよ。変な音がするとかパチンパチンとかしない。あ、パチンなんか聞いたことはありますね。多分そんな頻繁にでもないし、私も帰ってきてすぐもめちゃうないな。青っぽい服とかっていうのは全然わかんない。そういうの。あそこまではわかんない。枕だもんね。でも枕も見えるところすごいね、考えたら。そうですね、力あるんでしょうね。うん、だいぶ小さい頃から見るのね。あのちっちゃい頃見てましたね。本当に幼稚園ぐらいちっちゃい頃に、うん、その実家の裏に、うん、なんかまあ地ばっかり。みたいな、うん、あのワイシャツ着たちょっと小太りのおじさんがいるんですけど、うん、ちっちゃい頃に「あのおじさんなんでいつもあそこにいるんだろう」と思ってて、うん、でそういうの母にも話してて「なんであのおじさんの半透明なの?」って言って話してて、うん、でもやっぱり年を取ると見えなくなったんですけど、うん、高校生の時に、うん、すっごい霊感強い子と仲良くなって。うんでその子といつも一緒にいたらなんかどんどん霊感が強くなってきて、あまだあのおじさんいるんだみたいな。ずっといたの？ずっといる。高校生の子供の頃、はい、同じところに立って何してんのその人？立ってるだけです。格好はどんな格好？サラリーマンみたいな感じで、ワイシャツにスーツのズボン履いて、どんな表情してたの？表情は、うん、まあ暗い感じ、まあ暗いですね。悲しそうというか。あとはどんな例みたいな。あとはそのおじさんが立ってるところが、うん、こうちっちゃいトンネルの手前なんですけど、そのトンネルの一番奥に、うん、ずっとこう白い服着た髪の長い女の人がいて、うん、そのトンネルの、うん、その壁の、うん、端っこの方から、うん覗いてくるんですよ、で友達とその前の縁石に座ってて、トンネルの方向いて、で「今こっち向いてるよね」みたいな、そう「あんまり騒がない方がいいよ」とか言われて。2人同時に見えてるっての？同じのが見えてますね。それすごいね。なんか悪さはされなかった？その実家にいる時に、結構家の中まで入ってきて、もう目の前にバンって現れたりとか、こう私の寝てる間に近づいてくることが多くて、その窓からこうペタペタこっちに向かってきてるとか、それはもう怖かったですね。怖いよね。女の人？女の人。そんなはっきり見えるんだ。その時はすごい見えてましたね。まだ気配がそんなに感じないんですよね。うん、綺麗だね部屋。ちょっと片付けました。だいぶ綺麗。そうですね。前回もひどかったですね。先ほど呼び出せるって言いました、おっしゃいましたけど、どうやって呼び出せるんですか？霊を呼び出す方法は、まあ、いくつかあるんですけど。まあ、よく般若心経とかってあるじゃないですか。般若心経をあえて間違えたりとか、祝詞を少し間違えたりとか、まあ祝詞を逆から読んだり般若心経を逆から読んだりすると、霊って呼び出すことができるんです。ただ他の霊も来やすくなってしまうので、それは怖いですね。そうですね。そこまではしたくないんですけど、ただ雰囲気的から言うと、もうちょっとあれば来るかなっていうの。こういう出る例って結局何の例が多いんですか？僕がお話を聞いて、少し当てはまるものがありまして、本田さんがその道を通って来たのかなっていうの。その道って？そのまあ、事故ったりとか。はいはい。はあ、そこでついてきちゃった。はい。プラス、まあお仕事が、まあ、美容師って聞いたので、ヒンドゥー教ってあるんですけど、そのまあ、宗教によっては、うんまあ、髪の毛を触ってはいけないっていうのもあるんですよ、まあ、神聖なものなので、で髪の毛を触ると、まあ、霊がつきやすいって方もいます。あともう一つはそのお客さんから何か悪いものをもらったとかっていうのも考えられますし、あ、お客さんがついてた霊が来ちゃったってこと？はい、髪を触ったことによって、まあシャンプーとか、そんなこと言ったら美容師さんみんなビビるじゃないですか。でも僕その美容室にいつも行って、うん、シャンプーしてもらうじゃないですか、うん、やっぱりその美容師にやってもらってる人の感情ってやっぱりすぐ分かります、うん、どういう感情なんだろうとか、うん、落ち込んでるとか、うん、髪を触ってもらうと。へー、そういう見てるだけの霊っていうのもいるんですね。なんか悪さしてるのかもしれない。そんなことはない。いや、悪さはすると思います。しない霊なんていないと思うんで、うん、ただ見てるなんてありえないですし、うん、様子を伺って何かするのかなというのは、うん、なんか前の W さんの時にはなんかその人に憧れてみたいな、はい、嫉妬してついてきてたみたいなのあったじゃないですか、もうそういうのもあるんですかね。まあないことはないですけど、うん、まだ僕の中の仮説なんで、うん、まだその例を見てないんで、ただ、うん、来るという自信はあります。昨日あたり来てたのかなっていうのがあったんで、うん、昨日気がつかなかった？昨日は全然気がつかなかったですね、うん、そういう例が来ると、うん、大体眠気が取れないです。目覚ましかけてても分かんなかったりとか、うん、その見てるって先ほど言ったんですけど、うん、見てて、うん、まあ、気にしないようにして寝て、うん、いつの間にかこう入られるケースって多いんですよ。入る、はい、中にですか、はい、彼女の中に、なので眠気が取れないとか、なのでそこは取った方がいいんだろうなと、うん、どうそんなのあった？あれはここ 2,3 日、うん、本当にこんな感じで、うん、なんかこの目覚まし時計いつもかけて、うん、アラームのところオンにすると、うん、なんかこうやってその時間がこう映って、うん、で止めるとっていつもオフにするんですけど、うん、オフにすると日にちになるんですよ。そうなんですけど、こうやってやってると絶対この時間になるはずなんですけど、全然これでいつもこれで目が覚めるんですけど、これで全然目が覚めなくて遅刻したの。一回遅刻したの。多分あと5分ぐらいすれば来るかなっていう気が入った。こっちから来るのかなっていうのが、玄関からは玄関入った時ちょっと頭痛かったんですよ。で違う建物映像が見えたんですよ僕、うん、違う建物入って、うん、瞬間に、うん、頭の中で、うん、ここにクローゼットがある映像が見えたんですよ。炊飯器があるところ、うん、まあ茶色系なんですけど、うん、そこで亡くなった方がいるのかな。ここで？ただここではないんですよ。この上とか？いえ、建物がもう少しある。こういう色が違うんですよね。色がまあ普通のフローリングの、まあ、優しい木のぬくもりを感じる。入って、まあ、似たようなところでクローゼットがあって、でそこで女性がちょっとこう。揺れてる人がいたんで、そろそろ来ると思うんで、玄関から来るかもしれないです。なんか気配が。電気消しますか？いいですか？いや、今回は映んないですね。来てるには来てますか？姿が一回見えました僕、はい、なんか綺麗な方でした。一瞬すってきて去って出て行ったんで、でもまた来ます。取れないのなんだろう。前回取った時はここにこう顔がボンって逃げられたけどね。あ、そうなんですか。そう、まだダブルさんちにいるかな。本人ちょっと気にしてましたけど。それ何なんですか。お花用に使ったりするんですけど、火って言いまして。例は何でしょう。これに惹かれてくるんですか。来ます来ます。煙とかそういったものに。その方はズボン、スカートは履いてない。そこはね見えない。ああ、下は見てないですね。取ります僕は。で、取らせてもらいます。来ますか来ますか。来ます来ます。いたんですか。いますいますいます。これに映るはずなんですけど。あ、そっちに行ってもらっていいですか。名前はしほみちゃんってみたいですね。今いるんでつけてもらっていいですか。はい、その壁の前に。どうしたの？どっから来たの？ん？事故にあったの？